はいどうも皆様こんにちは、いかがお過ごしですか。今回は開封動画になります。で今回開封するものはこちらでございます。はいドーン、はい、今回はグッドスマイルカンパニーのポップアップパレードシリーズからポップアップパレードルシファー、こちらを開封したいと思っております。こちらがですね、グッドスマイルカンパニーのポップアップパレードシリーズのうちの一つでして、ポップアップパレードシリーズっていうのは、いろんなキャラクターを17、8センチくらいのサイズ、かつお手頃価格でフィギュア化していくグッドスマイルカンパニーのフィギュアシリーズとなっております。で、そんなポップアップパレードシリーズからパズルゲームのヘルテイカーに登場する地獄 CEO のルシファーをフィギュア化したものが、こちらのポップアップパレードルシファーとなっております。で今回はこちらを開封するんですけど、僕ねポップアップパレードを買うのは今回初めてなんですよね。はい、ポッパレ童貞は地獄 CEO に捧げました、なので今回はポッパレってこういう感じなんだっていうものを自分なりに確かめながら進めていく感じの、いわゆるポッパレ初見プレイ開封動画になると思います。はい、そんじゃまずはパッケージの方から見ていきましょうか。パッケージは PET 製の透明な箱で、非常にシンプルですね。もう潜在写真どころかデザイン的なものすら一切ありません。この箱自体にはねデザイン的なものはプリントされてなくて、この台紙でデザイン的なものを出している感じですね。でこのパッケージはポッパレシリーズ共通になっていて、おそらく個別でパッケージを作らないことでコストダウンしているんだと思います。はい、パッケージにこだわらない分お手頃価格にしていますみたいな感じなんだと思う、いいと思います。よし、それではポップアップパレードのルシファーですね、開封の方入りたいと思います。はい、それでは今まさにポッパレ童貞を捨てていく。はい、ポッパレ童貞捨てました。そして中のブリスターを取り出します。こういう PET 製の箱ってさ、中のブリスター結構取り出しづらいよね。はい、でこちらがブリスターに入った状態のポップアップパレードルシファーとなっております。普通にデッキの方はいいんじゃないかなという感じがしますね。ちなみにポップアップパレードは固定ポーズのねフィギュアとなっております。稼働フィギュアではございません。内容物的にはフィギュアとあと台座のみとなっております。シンプルな構成ですね。じゃあ、ブリスターの方を開封していくんですが、ブリスターにもテープが貼ってありますね。なかなか厳重な封印が施されております。はい、全てのテープをカットしたので、これで地獄 CEO の封印が解かれる。地獄 CEO が今地獄から蘇る。はい、こんな感じなんですね。普通に出来良さげですね。普通に出来が地獄 CEO のケツです。普通に出来良さげですね。そして台座。はい。台座は袋の中に入っていて、これもね、テープで封がされておりますと。で、尻尾はね、こんな感じで、ビニールがね、かぶさっておりますと。はい。とりあえずね、この袋取り出して、この台座にね、地獄 CEO をセットした状態で改めて出直したいと思いますので、少々お待ちください。はい、というわけでポップアップパレードルシファー開封して、ブリスターからフィギュアを取り出して、でベースにフィギュア本体を取り付けてきました。それじゃあフィギュアの方を見ていきたいと思います。フィギュアの見た目はこんな感じになっております。ポップアップパレードルシファー、回ります。はい、造形自体は普通によくできていると思います。体のラインが綺麗ですよね。でポーズ的にはゲーム中でもやっていた腰振りダンスのポーズだと思うんですけど、ただこの腰振りダンスはゲーム中ではミニキャラがやってたので、ちょっと違和感あるかとは思いますが、単に腰を突き出した挑発的なポーズと考えれば普通にかっこいいポーズなんじゃないかと思います。はい、というわけでポップアップパレードルシファーの見た目はこんな感じでございました。それじゃあ細かい部分見ていきたいと思います。まずはお顔ですね。ポップアップパレードのルシファーのお顔はこんな感じになっております。はい、結構再現度高いと思います。特徴的にはちょっと癖のあるイラストをアイプリでしっかり再現していると思います。ただ個人的にはルシファーってもうちょっと肌の色が濃いイメージがあるので、顔がちょっと白すぎるかなという印象はありますね。でも顔の出来は普通にいいと思います。それから髪の毛ですね。はい、めちゃくちゃ細かくモールドが入っているわけではないんですけど、動きがあっていいですね。この辺りの髪がくしゃっと曲がった感じになっている部分の造形はちょっと珍しい感じがしますね。続いて胴体部分ですね。胴体部分はウエストがキュッと締まっていて、プロポーションにメリハリがありますね。で、シワの造形は入れるべきところにのみ入れて、無駄なシワは入れないみたいな感じになっております。そして個人的に熱いポイントはこの指の造形。これいいですね。こうグッと力が入って指が曲がっている感じ。いいと思います。
そして下半身ですね。かなりタイトな感じで、こう美しい脚線美が出てていいですね。そしてはい来ました。ケツです。地獄仕様のケツです。引き締まったお尻のラインが綺麗だと思います。それから尻尾はかなり光沢感強めの塗装になってますね。ぬるっとした生物的なテカリがアクセントになっております。最後にベースですね。非常にシンプルな六角形のベースになっております。はい、というわけでポップアップパレードルシファーの細かい部分はこんな感じでございました。フィギュアのサイズ見ていきたいと思います。比較対象として隣にだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアーツのボディ君を一緒に並べるとこんな感じになります。ポップアップパレードシリーズのフィギュアはだいたい 17、8 センチのサイズということで12分の1スケールくらいのフィギュアよりも若干大きなサイズとなっております。はい、というわけでポップアップパレードルシファーを開封して非常に簡単に紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。造形は普通にいいと思います。で、顔の出来もいいと思います。ただ個人的な印象として肌がちょっと白すぎるかなと思ったのと、あとポーズがゲーム中ではミニキャラがやってたポーズということで、この等身でこのポーズをすることに馴染みがない感じがあって、ポージング自体は綺麗なんですけど、個人的にはゲーム中でやってたグラスを片手に持ったポーズとかの方が良かったかなとは思いましたね。まあ総評としてはいろいろと気になる点がないわけではないんですけど、この価格で手に入るフィギュアとしては普通に出来がいいと思いますし、そもそもヘルテイカーのルシファーのリアル闘神のフィギュアって現状これくらいしか出てないと思うので、っていうか他に出てるルシファーのフィギュアってネンドロイドくらいしか思い当たらないので、闘神の高いルシファーのフィギュアが欲しければ現状これ一択だと思います。あとやっぱりお求めやすいお値段っていうのはシンプルに強いので、ヘルテイカーが好きな方や地獄 CEO のファンの方は一度手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。